おはようございます。建築起業家の斉藤俊一です。空間デザインを中心に奄美大島で古民家ホテルを運営したり、千葉への移住をおすすめする房総イズムで住宅を作ったり、設計者が集まる飲食店デザイン研究所の運営をしています。今日はですね、バーベキュー型で設計モデルを考えるというテーマでお話ししたいと思います。本題に入る前にちょっとだけお知らせさせてください。先日奄美大島で、取材を受けたものが YouTube で流れています。僕ら設計事務所がなぜ奄美大島に行ったのか、株式会社景色という会社まで作って何をしようとしているのか、何が狙いなのか、そういったことが、お話ししております。ちょっとね、緊張しているので、ちょっと恥ずかしい一面もあるんですけれども、ちょっと見てもらえると嬉しいなと思います。それでは本題に入りたいと思います。バーベキュー型で設計モデルを考えるっていうことなんですけれども、結論で言うとね、なんだバーベキュー型がっていうかっていうと、まあ、レストラン型とバーベキュー型っていう、方法が2種類あって、両方ねのクオリティの違い、考え方の違いを理解してサービス設計をしておいた方がいいよというお話をしたいと思います。でそもそもあのレストラン型の設計モデルって何なのっていうことだと思うんですよ。でそれ、まあ、レストランってどういうものかっていうと、お客様からこうオーダーを受けて、それに対してすごい美味しい料理が提供されて、素敵な空間で、恋人とかとね素敵な食事空間を楽しむっていったものが例えばレストラン型なんですけれども、まあ、要するに設計でいうと、ちょっと飛ぶかもしれないですけど、設計で言うと一歩先の未来でね、こう喜ばれる、新たな空間デザイン、要はこう革新的なデザインとか新しいデザインって、まあ簡単に言うと言われるやつですよね。でそれがレストラン型の設計モデルかなと思っていまして、で今回お話ししようと思っている中心のね、お話ししようと思っているその対になっているのがバーベキュー型の設計モデルなんですけれども、じゃあこっち何なのっていうと、バーベキューってお肉をさ、なんかシェフが焼いてもらって食べるって感じじゃないじゃないですか。グランピングとかはそうかもしれませんけど、普通にバーベキューとかキャンプっていうのはその体験、みんなで作ったこと自体が楽しいとか、焼肉とかもそうですよね。みんなでこう焼いて、いやこうみんなでジューってやってって食べるっていうのが、なんかそれの体験自体も踏まえて、お金をお支払いしてるっていう感覚なんですけれども、そういった参加型でこう時代背景から生まれたこう空間デザインっていうとしてのね、こうクオリティを上げようっていうのはまたこうレストラン型と違いますよね。空間クオリティって一言で言っても、でそれってどういうものなのかっていうのを、お話しすると、2つの空間デザインとしてのクオリティはもう180度考え方が違くって、どちらがいいとか悪いとかそういう話じゃなくって、異なる視点で空間クオリティを見ておく必要性があるよねっていうことを学んでおく必要が大切なんですよね。でバーベキュー型のね、こう設計モデルっていうのをちょっと僕考えてみたんですよ。で僕飲食店デザイン研究所っていうものがあるんですけども、それを事例にとってどういったものなのかな、こう合ってるかどうかは分からないですよ。今こと話しながら、こういうのどうかなと思って考えてるんで、ただ、基本スタンスっていうのがあると思うんですよ。バーベキュー型の設計モデルって、それは楽しいデザインしろ、デザインしろ、デザイン要素、余白を作っておく、ただ1個目がね。で2個目が面倒な技術面、難しい技術面はちゃんとベースでスペックしておく、いやそこに対してちゃんとコミットしなくても、ちゃんとそこは網羅しなくてもいいよっていう状態にしておくってことですね。で3つ目がクオリティが高い基準をちゃんと理解して設定しておこうってことですよ。
この3つの基本スタンスが、バーベキュー型設計モデルには多分必要なんじゃないかなと。でそれをね、飲食店デザイン研究所、飲食店と集客を、メインとしているブランドなんですけれども、そのブランドに当てはめてみるとどういったことが起きるかと。でまず1つ目の楽しいデザインをしているっていう、楽しいデザインをしろ、デザインしろ、デザイン要素、余白みたいなものを残すっていうのはどういうことかっていうと、お客さんとお店のことを一緒にこう話して作り上げていくっていう、このポイントを用意してあげる、いやサービスとして提供してあげると、まあ、デザインする人は楽しいですよね。であとパースを作る、これも意外とクリエイター好きですよね。クリエイターじゃなくてもお客さんでも好きな人がいる。自分でお客さんと話したことをパースでこう絵にしていけるっていうような要素を残しておく。あとはそのデザインに必要な最低限度の基本的な図面を描いていただく、描くという余白を用意しておく。この3つかな、この3点ぐらい用意しておくと結構楽しくデザインができるんじゃないかな。あとあれか、完成した後にお客さんと一緒にご飯を食べに行くとか、お客さんと一緒にどうでしたか、いいっすねっていう話をする場を作る、いわばオープニングパーティーですよね。この4点ぐらいをサービスとして提供すれば、それはやりたい人多分出てくると。空間としての空間参加型としてのクオリティは高くなるんじゃないかなって、ここをちゃんと設計すればね。で、面倒な技術面ってどういうことかなと。この2個目ですよね、スペックしておくってやつですね。それはおそらく法規的なものをチェックするってことだったり、構造的なものをチェックするってことだったり、お客さんがやりたいことを、その参加しているデザイナーだったりお客さんがこう思い描いたものを作るために必要な設備図の作成だったり、あとはこう防水、なんか問題が起きた時に困る防水の区画図とか、それとか防水の仕様を決定することとかですね。あとは僕らだったら、まあ展開図ですよね。展開図って意外と面倒くさいんで、例えばスケッチアップ、パースができたらスケッチアップによる展開図をこう自動化して、まあ提供するとか。で施工現場での対応、まあちょっとお金の対応とかもありますね。金銭的なものの対応、コストコントロールをしてあげたり、スケジュールコントロールしてあげたり、現場での対応をするっていうことを、その面倒な技術面としてちゃんとベースとしてスペックしておけば、意外とこう楽しい要素がありますよね。でクオリティの高い低いの高いっていうのはどこに設定しておけばいいのかっていう3つ目の問題なんですけれども、これは、空間デザインとしての新規性とか革新性ではないってことだけは言えますよね。それはレストラン型の設計事務所、レストラン型の設計手法にはそっちがもうメインどこでボンってあるわけですから、そこじゃなくて、空間に対して感謝されたり、お客さんにありがとうとか、また人がめちゃくちゃ集まってくる、うわ超面白いお店できたねとか、いい美味しそうなお店ができたねって集まって、それまた感謝されたり、みんなが喜んでる笑顔が見れるっていうところに対するクオリティが高いという設定かなと思ってます。これは飲食店デザイン研究所だとしたらという考えで話します。これがまた他のブランドであれば、株式会社景色の、楽しいデザインしろってどういうものかなとかって考えていくと、いいと思うんですよね。で今日はまあ一例で飲食店デザイン研究所を例として挙げましたが、皆さんの、ね、自分がやっているブランド設計事務所っていうのがあると思うんですけれども、それのブランドの、デザインしろとか、まあ、もちろんこうバーベキュー型なのか、それともレストラン型なのかっていうのをちゃんとね、しっかりこう考えた上で、どういう方向性に向かって、ブランディングをしていくのかなっていうのは、サービス設計としては結構重要だと思いますので、ぜひぜひ皆さんもやってみてください。今日はですね、バーベキュー型の設計モデルっていうことについてお話ししました。いかがでしたでしょうか。
まあ、結論はね、こうレストラン型バーベキュー型、まあ、両方クオリティの違いはねあるよってことをちゃんと理解してね、サービス設計をしておいた方がいいですよっていうお話でした。実務で学べるインテリアデザインの学校隠れ家では非公開の LINE グループに入っていただき、設計者や施工者のやり取りを見て学んで仕事につなげちゃおうって感じでやってます。設計者として自ら仕事を取ってきたい方は挑戦する価値ありなので、ぜひぜひ LINE のオープンチャット入ってみてください。それでは今日しかない大切な時間を全力で楽しみましょう。建築起業家の斉藤俊一でした。ではまた。